エリコットシティ。そこは、フレデリック道路が川を渡る場所だった。フットの息子ベンジャミンが、パタプスコ川に頻発していた洪水の一つの後、1768年に、トウモロコシ製粉工場を再建した。ベンジャミンはその後の1774年、工場を、ジョセフ・エリコット2700ポンドで売却した。その後、ボルチモアハイオ鉄道がこの土地を通ることとなり、 線路は、ふっと家の墓所の上に敷かれることになった。1771年4月24日、ペンシルベニアのフィラデルフィアの北西、バックス郡から来たクエーカー教徒の4人兄弟が、エルクリッチランディングから上流数マイルにあった絵の、ような荒野を選んだ。当時、18世紀の商船がタバコを積んで航行できる、川の上限にあった。ここで、小麦粉の製粉所を設立するために、 ボルチモア軍の土地50エーカーをエマニュエル・ティールから35エーカーをウィリアム・ウィリアムズから購入した。1775年、バーソロミュー・ボルダーソンとフットのミルから30.5エーカーを買いました。ジョン、アンドリュー、ジョセフのエリコット三兄弟がエリコットのミルズを設立し、それが東部で最大級の工場となり、工場長となった。 ナサニエルが1777年にその持ち分を売却し、ジョセフは翌年、フットのミル所有権以外のすべてを売却した。町はエリコッツミルズという名前だった。アメリカ合衆国有政公社が1797年10月7日に郵便局を開いた。エリコット兄弟は製材所、鍛冶屋、馬屋、作油工場、穀物醸造所、穀物製粉所を建設した。 農夫たちにはタバコに代わって小麦を栽培するよう奨励し、痩せた土地を再活性化させるために焼き石膏を肥料として使うことを紹介することで地域の農業を改革した。エリコット兄弟は1809年1月11日に火事を出すまで製品を作っていた。アメリカ独立宣言に署名した者として最後まで生存していたチャールズ・キャロルは植民地時代のアメリカでは 最大の資産を持つ裕福な土地所有者であり、稀なローマカトリック教徒でもあったが、タバコから小麦に転換した初期の有力者だった。1830年までに、エリコット家は、エリコットカンパニーあるいは、ジョナサン・エリコットサンズをもはや支えられなく、なっていた。1840年までに、エリコット家は製粉書2箇所、加工岩石切り場、製材所、 石膏工場の持ち株を売却していた。1817年、1837年、1868年の3度、町は破壊的な洪水を経験した。1830年、エリコッツミルズは国内で最初の商業運転を始めた貨物、旅客鉄道であるボルチモアオハイオ鉄道のボルチモア市街では最初のターミナルとなった。 この会社は1827年に組織され、翌年には7月4日の独立記念日に、建設の始まりを祝う儀式として最初の石を置いた。エリコットシティ駅は街の角を横切る堤防、パタプスコ川に沿い、タイバーン、クリークの水流が交差するところに作られ、ボルチモアハイオ鉄道の役員ロバート・オリバーに、ちなんで名付けられたオリバー高架橋が地元で切り出された。 灰色加工岩の大きなブロックでできたナショナル道路の上を越えている。この高架橋は現在も生きた博物館として残っており、アメリカ合衆国内務省国立公園局が管理するアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。アメリカで最古の現存する鉄道駅という指定を受けている。1830年8月、ニューヨークの工業資本家で、 ボルチモアの鋳造所所有者、ピーター・クーパーの蒸気機関車、トム・サムゴーと馬で引かせた鉄道馬車の有名な競争がエリコッツ・ミルズからボルチモアまで帰る途中の中継所までで行われた。トム・サムゴーの駆動ベルトが突然切れて、この勝負は馬の勝ちとなったものの蒸気機関車が着実に改良されていることを印象付け、来るべき蒸気機関車が駆動する鉄道が 町の経済に重要な関わりを持ち、ボルチモア市の経済優越性が国内に広がっていくことを予告していた。アナランデル軍の西部にあるハワード地区が1839年に新しく前提地区に指定された後、1840年から1843年に建設されたハワード軍庁舎の場所は1851年にハワード軍が メリーランド州23軍の一つとして独立した時に継続され拡張された。1861年までにエリコッツミルズは繁栄する農業と工業の街になっていた。南北戦争が始まった1861年4月から5月、北軍が現在のウェストバージニア州ハーパーズフェリーに向かっていたワイナンズスティームガンをエリコッツミルズで押収した。 この実験中だった大砲は、地元の南部同庁舎の鉄道建設者かつ、工業資本家のロスワイナンズが開発していた。1862年秋、ニュージャージー第12志願不評連隊が、エリコッツミルズを守るよう割り当てられ、パタプスコ女学校の傍らの芝生2200名のキャンプジョンソンを構築した。1864年7月10日、 ジュバル・アーリー将軍が率いた南軍による3回目の北部侵略により、モノカシーの戦いで敗れたルー・ウォーレス少将,将が指揮する。北軍はナショナルパイクを下って退却し、ボルチモアハイオ鉄道のエリコッツミルズ駅からボルチモアに向かった。モノカシージャンクションで、ウォーレスの小さな部隊が1日を暮らせたことで、ユリシーズ・グラント中将は、 首都ワシントン DC を守る部隊を休校させて間に合わせることができた。エリコッツミルズの家屋や教会は一時的に北軍の負傷兵のための病院として使われた。1866年、これらが流行した。ベンジャミン・デト・フォードが所有していたグラナイト・ミルズ面守工場が火事で焼けた。1867年、エリコッツミルズの試験証が制定され、市長と 市政委員会からなる市政府が結成され、市名はエリコットシティに変更された。軍内では唯一の認証された都市だったが、1935年、禁止法の下で酒場からの税収入がなくなり、税負担が市民に肩代わりを強制しているとの抗議があり、アメリカ合衆国上院議員のジョセフ・ドノバンからの提案で市験証が撤廃された。 1973年軍から歴史地区に指定された。今日のエリコットシティはハワード軍の軍庁所在地となっている。エリコットシティ初代市長は EA タルボットであり、石造りの家に住み、川床で牙を運営していた。その事業は1866年と1868年の洪水で洗い流された。タルボットは対抗馬のアイザックスから再戦を放棄すれば、 自家の権利を保てるという提案を受け、その通りにした。タルボットは、チャールズ・タイマノスが設計した丘の上のレンガと、加工岩でできた店に引っ越した。そこは現在、エリコット式醸造者が入っている。1868年の大洪水では43人が、歴史しグラニット製造面紙工場、チャールズ・エイ・ギャンブリルズ・パタプスコ、ミル、ジョンリー・キャロルの工場ビル、 および数多くの家屋を洗い流した。チャールズ、A ・エギャンブリルが工場を再建した。それは1916年の火事で消失するまで創業を続けていた。1878年、エモリー・アベニューにハワード軍が最初のエリコットシティ監獄を建設し、エモリー監獄あるいはウィローグローブ監獄とも呼ばれた。この石像の監獄は囚人12人を収監することが意図されており、 1993年にハワード軍高速センターが解消するまで使われた。1879年、政治ギャングが投票所で夕食の投票者を銃撃し負傷させることで選挙を支配した。副保安官は命の危険を感じてその指導者を逮捕せず暴力沙汰が広がった。エリコット氏は禁酒運動で初期に活動しており、1882年には 純粋に発行したあるいは酔わせる、利給料を禁止する法を制定し、1883年5月1日に有効となった。これはすぐに他の商品を販売しない、免許のある店舗には酒を販売できるように変えられた。そういう店は、町の税収の主要な源だった。1892年、市外電車の運行が提案され、1895年4月20日に、 承認され、1899年には、実行に移された。その運行は1955年まで、両サイドに運転席のある電車で続けられた。ボルチモアサービスが、バスでの代替を提案した時に運行が停止され、バス便は2年間続いた。ケイトンズビルエリコットシティ電車会社の軌道は、後に、ハイキング道に転換された。1895年2月、商店主、 ダニエル会社員がジェイコブ・ヘンソンに殺された。ヘンソンは裁判にかけられ死刑を宣告された。フランク・ブラウン知事がヘンソンは狂気にあったという根拠で釈放する可能性があったので市民の集団が監獄に押し入りヘンソンをメディックスレーンで死刑にした。それに付けられた標識はブラウンは我々の裁判所を支配できないと記されていた。ブラウン知事は市民を非難し、 それ以降、死刑囚をすべてメリーランド州刑務所に移すよう命令した。1896年、花崗岩の採掘が始まったが、その開始時点は困難さが伴っていた。20世紀1907年、テイラー・マナーがニューカット道路沿いの敷地に建てられたパタプス湖、マナーサナトリウムとして運営を始めた。1939年、この施設を アイザック・テイラーが買収し、ピネルクリニックとして経営した。テイラーは、県岸委員を経営し、メインストリートでは、テイラーの家具店を経営した。1948年、施設は48床に拡大され、1968年には151床となった。その敷地の中央には、近代建築の丸いロタンダが建っている。テイラーマナーは、広さ70エーカー以上ある。 2000年、施設は、シェパードエノク・プラット病院の支所となった。1924年、ディスプレイマシン、ドーナットコーポレーションが、ニューヨーク市からエリコットシティに移転して、元エリコットギャンブリルの工場があった場所に1916年に、建てられたパタプスコフラワーリングミルの建物を使った。この会社は、ドーナットコーポレーションオブ・アメリカとして、ドーナッツのミックスと、 ドーナッツの製造機械を作っていた。1941年4月27日、火事がこの8階建ての建物を包んだが、その後再建されて、第二次世界大戦の兵士にドーナッツミックスを届け続けた。1942年1月、戦争遂行のために、市民防衛組織として郵便局に緊急ルームが設定された。1943年、 メトロポリタン地区が結成されて、エリコットシティに上下水道がもたらされ、これに P.G. ストロームバーグ、I.H. テイラー、チャールズ E. ミラー、マレージペペリコード、ジョン A. レーン、W. エミール・トンプソンが金を出した。1955年、軍コミッショナーのノーマン・ E. モックスリーが市では、初の地区、ノーマンディウッツを創設した。最初の大きなショッピングセンターである。 ノーマンディショッピングセンターが建設された。アルダホプキンス・クラークがエリコットシティ長老派協会を購入して、それをハワード軍歴史協会に寄付した。1958年、マリリン・モンローの生涯を客色した映画女神がエリコットシティで撮影された。エリコットシティ駅、1970年撮影1962年より前、 ハワード軍の有権者が投票できたのはエリコットシティの投票所だけだった。1962年5月、有権者が第二の投票所を提案したが、やはりエリコットシティのモンゴメリー、道路沿い国有武器庫だった。ハワード軍では唯一の飛行機事故が1962年にクラークスビルに近い市内で起こった。ビッカースバイカウント機がバードストライクで飛行不能となり、 ホームウッド農場に墜落し、乗員乗客全員が死んだ。同年、集権交渉がエリコットシティに生ゴミをパタクセント側に捨てるのを止め、近代的なゴミ処理システムを開発するよう命令した。1964年、コリンシアン保全会社がエリコットシティのスラム撲滅を実行するために、民間非営利共同事業を運営するよう提案し、住宅を解体して、 連邦政府が75%を出資したアパート複合施設を作った。1972年6月21日、ハリケーン・アグネスの時にパタプスコ川流域の水位が14.5フィート上昇して溢れ、コンクリート製の橋を流し、ジョナサン・エリコット邸、1910年建築のビクター・ブロード浄水プラントを破壊し、メインストリートはオット・フェローズのホールまで水浸しにした。 1977年、軍は市街地に新しい埋め立て地を選定し、1944年から1980年5月まで、ゴミや危険物資の陶器に利用していた、ニューカット道路埋め立て地を閉鎖することになった。ニューカット埋め立て地は、ワージントンドッグ公園になった。2011年、元の広さ83エーカーの埋め立て地は、 メリーランドエネルギー管理局からの46万2000ドルの助成金で太陽光発電装置を作りワージントン小学校に供給している。歴史あるメインストリートでは何度か大火が起きてきた。中でも1984年11月、1992年の3回、1999年11月の火事が大きかった。 1984年の火事は、冷肉のパン屋の欠陥がある空調機から出火し、建物6棟を破壊した。1992年の火事は、放火によるものであり、1999年の大火は5つの企業を破壊し、物損は推計200万ドルとなった。レストランの背後に捨てられたタバコの火が出火の原因だった。童話を主題にした。 アミューズメントパークエンチャンテッドフォレストが市内にあった。このパークは1990年代初期から一般大衆には閉鎖された。エンチャンテッドフォレストショッピングセンターがその跡地に建設された。アトラクションの多くがエリコットシティのクラークのエリオーク農園に移され修復された。エンチャンテッドフォレストはジョン・ウォーターズが監督した1990年の映画。 クライベイビーに登場していた。21世紀2012年8月21日深夜中、CSX トランスポーテーションの石炭搬送列車がオールドメインライン支線で脱線した。その線に架か,かる鉄道橋の上に座っていた19歳の少女二人に石炭が降り注ぎ死んだ。同年、66年間営業を続けていたホレストダイナーが閉店し、 アパート38個を建設することになった。2014年、歩道と駐車場整備計画のために、品イとエリコットしての監獄が、最も保存の危険にさらされている物件10件に、入った。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、領域全面積は30.1平方マイルであり、このうち陸地30.0平方マイル。 水域は0.12平方マイルで、水域率は0.41%である。エリコットシティはの夏の丘の上に建てられていると言われている。それらの丘はパタプスコ川の岸にある歴史地区の南東にある。メインストリートに沿って狭い谷を作るパタプスコ川の小さな支流はタイバー川と呼ばれる。いくつか深い水流を作る谷がこの場所で集まっており。 洪水の危険性があるが、同時に街の劇的な高さを作ってもいる。歴史的エリコットシティはオルドビスキの河口岩の上にあり、その露出部はメインストリートに沿って見られる。エリコットシティは温暖湿潤気候であり、夏は暑く湿気ており、雷雨が多い。春と秋は快適な気温となる。冬はアメリカの標準からすれば冷たいと感じられることが多く、 雨が長く続くことがある。冬には時として降雪があるが、外して少ない。雨は年間を通じて平均的に降り、月間3インチから5インチである。歴史的エリコットシティにあるメインストリートとメリーランドアベニューエリコットシティは、東海岸では最大級に幽霊の出る小さな町と言われてきた。ハード郡観光委員会が、 超常現象のあるという評判の場所数箇所を訪れる幽霊ツアーを運営している。その中でもリルバーン邸宅、平田邸、マウント間、町の中心を通り、メインストリートに架かるボルチモアハイオ鉄道の鉄道橋、旧エリコットシティ消防署、パタプスコ女学校が有名である。2009年、雑誌、ニューズマックスに CBS ニュースの旅行記者、ピーター・クリーンバーグが書いた。 記事、アメリカの最も得意な首都、二25ケツにエリコットシティが挙げられた。このランキングを決める際に、いくつか要因がある中でもメインストリートがアピールできるとグリーンバーグは述べている。トマス・アイザックのマルタゴヤがメインストリートの外れにある。そこでは美しく着飾った歴史家が地域の歴史を語っている。以下は2010年の国勢調査による、 人口統計データである。エリコットシティの高校生は、ハワード郡公共教育学区に属する、マウントヘブロン高校、センテニアル高校、ワイルドレーク高校、ハワード高校のどれかに進学する。マリオッツリッチ高校も一部対応する。学区内の特殊学校2校と、中央事務所も住所がエリコットシティとなっているが、実際にはコロンビアの北端にある。中学校は、 ダーリー・マナー、ダンロッキン、ボニー・ブランチ、マウント・ビュー、エリコット・ミルズ、パタプスコの6校がある。小学校は、ベテランズ、イルチェスター、ノース・フィールド、センテニアル・レーン、マナー・ウッズ、セント・ジョンズ・レーン、ワージントン、ホリ・フィールド・ステーションの9校である。セント・ジョンズ・教区でスクールが、町の中心から西に1.5マイルにあり、クレネルグ・カントリー・スクールは、 町の生誕にある、ありがとうございます。